動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本や世界各地を訪れ、ワインダー越しの世界をお届けしていきます。最近ニコンの F3 を購入しまして、今回はこのカメラとともに夜の東京の街を撮影していきたいと思います。ニコン F3 は1980年に販売が開始され、その後20年にわたって生産が続けられたフィルムカメラの中でもかなり高い人気を誇る機種です。完全機械式が主流であった当時、電子制御式のシャッターや自動露出の機能を搭載し話題となりました。今回はフィルムもまだ使用したことのないものにしました。マリックスフィルムさんから発売されている ISO800 の36枚撮りのフィルムです。マリックスフィルムは写真用フィルムの低価格安定供給を目指し、2021年の秋から販売を開始した国産ブランドです。こちらのカラーネガフィルムは映画用フィルムとして人気のコダックビジョン3のカーボン層を除去し、一般の C41 現像を可能にしたフィルムです。タングステン光の露出に合うように設計されており、室内や夜間での撮影に向いています。映画用のフィルムということで、特徴的なハレーションが出るとの記載があったので、今から楽しみです。今回ニコン F3 を購入するにあたって、同時に DW3 というウエストレベルファインダーも購入しました。これまでの動画で登場していたペンタクス67など中盤のウエストレベルファインダーは撮影経験があるのですが、35ミリ版ではまだ撮影したことがなかったので、今回が初挑戦になります。今日は夜の新宿で撮影することにしました。まずは南口を出て、カメラ店が多く立ち並ぶ西口側へ向かうことにしました。フィルムの発色もさすが映画用フィルムとあって、デジタルとは異なる味わい深い色味が気に入りました。特に赤の発色が他の色に比べて強く出ているように感じます。西口での撮影を終えた後は、新宿の飲み屋街である思い出横丁へと向かいました。ちょうど夕飯時ということもあり、多くの人でにぎわっていました。うだるような熱気がファインダー越しからでも伝わってくるようでした。フィルムカウンターを見ると残り数枚撮影枚数が残っていたため、大ガードをくぐって歌舞伎町方面へ向かいます。
その後はゴールデン街へと向かったのですが、すでにフィルムを取り切ってしまった後でした。中盤のフィルムカメラに比べて軽量だったためか、これまでよりもフットワークが軽く、撮影するスピードも早まったように感じます。カメラが重いと外に持ち出すのも億劫になってしまいますので、F3 の適度な重量感は私にとってはぴったりだなと思います。これからも本チャンネルではファインダー越しの景色を記録していきますので、もしいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。